妖怪学園 YN との遭遇、いよいよクライマックスに近づいてきたな。今一度妖怪学園 Y とはどんな物語なのか、お前たちと一緒に解明してみたいと思う。全員最後までついてこいよ。3分でわかる妖怪学園 Y スタートだ。まずは物語の鍵を握る者たちを紹介しよう。主人公はジバ・ジンペイ。ウォッチによって妖怪ヒーローに変身し、怨霊や侵略者たちと戦う。バケーラを憑依すると剣豪ベニマルに、ゴロミを憑依するとワイルドボーイ、ブルポンを憑依するとブルームーンに変身する。さらにこの3体が合体すると、かつて妖魔界最強最悪と言われたミケッティオとなる。極悪と言われるだけあって、その獰猛な性格は厄介だが、最新のウォッチ UR ウォッチによってこのミケッティオを憑依させることができる。それがアースウォーカーだ。妖怪ヒーローに変身できるのはジンペイだけではない。特殊な能力を持つ者たちがそれぞれのウォッチで変身し、妖怪ヒーローとなって戦う。この男は霧隠れラント、 Y 学園の生徒会長であり、自分の家族を奪った宇宙人に復讐するため、長い間宇宙人の手がかりを探している。彼もまた妖怪ヒーローに変身し、ジンペイたちと共に戦う。ここからはストーリーについて話していこう。学園長からの依頼で学園の謎や事件を次々と解明してきたジンペイたち、トワイライトセブンやミステリアルメダルも全て手に入れることができた。一方でラントは宇宙人の手がかりを追ううちに、風紀委員長の古星奈由が宇宙人と何かしらの関係を持っていることに気づく。やがて協力し合うようになるジンペイとラント。そこへ新たに天海エルナと名乗る女子生徒が現れた。実はエルナこそが奈由をコントロールしていた地球侵略を企てる侵略者からの使徒、エルゼメキアだった。驚異的な力を持つエルゼメキアを前にラントは敗北。さらにジンペイたちは妖怪ヒーローに関する全ての記憶を消されてしまった。しかしラントの復活により再び記憶を取り戻したジンペイたちは、新たなウォッチ UR ウォッチを手に入れる。そしてエルゼメキアが変身したゾディアライアや謎の侵略者マゼラに立ち向かっていく。宇宙人からの容赦ない攻撃、さらに新たに襲い来る強敵たち、侵略者による地球征服が始まってしまった。ジンペイたちは学園を、そして地球を守ることができるのか。さらに新たな妖怪ヒーローも、いやこれ以上は言えないな。クライマックスに向けて1話たりとも見逃せない展開になることを約束する。最後までついてきてくれよ。妖怪学園 YN との遭遇はテレビ東京系6局ネットにて毎週金曜夕方6時25分から放送中だ。この戦いを俺と一緒に見届けてくれ。